はい、皆さんこんにちは、なっちでございます。今日はですね、ボルスーン集会パーティーです。僕昔ゴンさんとあと緑ソニアでもやったのかな、ボルスーンの動画を出してきたんですけど、やっと安定的なパーティーが見つかりました。緑ソニアパーティーはですね、やっぱりあのジンが木と闇しかない上に重いんでね、ちょっと安定感が若干なかった。まあ勝てれば勝てるんですけど、ゴリ押しでちょっとね安定感なかったんですが、今回紹介するこのアスタロトパーティーはもう安定感抜群です。そして見た目も最高です。すごいよねこれ、5体中4体が鈴木さんのイラストっていうね、それすごいよねはい、行きましょう。このアスタロトがいる理由はね、ちょっとドラゴンキラーを生かしてみたかったみたいな感じなんで、ここは別に何でもいいですが、多分ドラゴンキラーがあると火力的にいいと思います。もう買わないといけないから、買わないといけないからさはい、ボルスン降臨。上でもいいんですけど、上に行く場合はカゴメかな、カゴメがいいのかな。多分ね、なんだっけ、ブルよりカゴメの方がねいいんじゃないのかなと。確か回復タイプだったはずなんでね、相性がいいと思います。で、とりあえず操作時間が短いパーティーなんで、そこだけは気をつけてください。これ使ってるとね、本当にアスタロトって強いなって思う反面、なんでそこまで指を出さないってね、思うんですよね。そろそろ出しておくね、もう。アスタロト用に作ったでしょ、みたいなキャラ出してもいいと思うんだけどね。はい。まあ一番の問題点はあれですよね。悪魔と回復にしか倍率かかんないんで、まあ、アルテミスがね入るようになったことはすごく僕嬉しいんですけど、ただね、ペルセウスが入ったら一番理想的だったなと。まあでも変換色かぶっとるもんでさダルシよりねスキルはいいんですけどね、アスタロト使いやすいと思うんですけど、ちょっとね操作時間ね、だからこれでもこのパーティーに慣れておけば、ペルセウスとか使った時にすごいゆっくりでもすごいね安定した列が組めると思います。はい、倍率出てませんけど水ばっかなんでなんとかなりましたね。道中は基本的にスマイルとかあとは呪い使って倒していく感じで、あとアスタロトですね、回復力がすごく高いんで回復タイプでね、さらに、このパーティーで行くとクリスマスアルダウネもかな、多分潜在フラワー全900になるんですよね。アスタロトとミカエルに関しては1000超えるんで、回復力がね根本的に高いんですよね。だからすごい、そこも安定感があると。 HP が高い上に回復力もあるんで、そこはすごい安定します。ほい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 。で次に、猫がおるんですよね。先生猫パンチが来まして、毒を作ってくるから、これをレイジースマイルで、カウンター的な感じでできたらね、一番楽しいっていうかね、嬉しいっていうかね。ああ、でもこんだけドロップあれば倒せそうな気もしますな。毒詰めでいいのかな？毒詰め来て、ああ、でも、ちょうど1列分か。回復もしときたかった。しときたかった。ドラゴンキラーあるんで、ここ多分間違いなく倒せます。列が決まった瞬間彼の死は決定です。で、チョキチョキですね。チョキチョキどうしようかな、ちょっと溜まってないな。これ毒をねできたらよかったんですけど、アルテミスかミカエル使う感じだな。どっちにしよう、アルテミスミカエルの方が多いのかな。これはどちらにしろ危なくない？割と危なくないこの状況。ミカエル使ってからアスタロトでもいいかもね。2列欲しいんですよここ。一応ね、あ、そうか、マルチだったら確か連続噛みつき耐えたんですけど、ソロだとさすがに無理なんで、ここは2列組んでおくことが安心だと思います。あ、2列もいらんかな。予想以上に火力出てましたね。1列プラス1コンボぐらいでいいのかもしれません。火待とうか。シャレダンでこいつ出てくるもんでも嫌なんだって。別にイースはそんな強くないんですよ、もちろん。
キパ、こっちキパですから。こっち木なんで、そんなイースは強くないんですけど、もうなんかチャレダンを思い出すから嫌なんで。いいね、なんか落ち込みが冴えております。はい、ここも2列入ったら間違いなく倒せますね。ありがとうございました。んで、次のコンボ吸収がラスボス。ここのコンボ吸収ラスボスです。だからね、ここをね、しっかり決めていかないと、まあ、アルテミス使ってね、その落ち込んでコンボ狙うっていう手もあるんですけど、でもこれアスタロとたまるからも使っちゃうか、いっちゃいましょう。あとはコンボ頑張れっていう戦いです。なんとかなるっしょ。オッケー。ドラゴンキラーあるしね、組めればいいんです。一列入ったら倒せます。で、あとはアルラウネですね。アルラウネ、まあ、道中で1回ぐらい使っても大丈夫なのかな。序盤だったら大丈夫だと思いますが、ここでアルラウネがここで残ってないと大変なことになるんで、そこだけは気をつけてください。一応、進化前で結構殴り合えるんでね。まあ、溜まってなかったら進化前と遊ぶみたいな感じで、どうにかしましょう。で、どうだろう、これ。1列だけじゃさすがにね、ダメだと思うんだよね。うん、根性は消えた。ただ、エンチャントロックがね、これ、ロックで来るんでね、地味にこれが嫌がらせ。ただ、変換して、1個あったので、お疲れ様ですと。まぁ、ちょっとプラスが欲しいかな。うん。安定するなら、一応クリアはできると思います。プラスなしでもね。まあ、でも僕の中ではこれが一番ね、安定してて楽しく回れるかなと思ったパーティーのご紹介でございました。はい。うん、もう喋ることはない。だから、ボルスーンもね、ちょっとプラス5倍なんですけど、これで頑張って集めてね、スキルマにしたいと思います。あと、3かな ?2 かな、それぐらいだったんで。まあ、一番の敵はガイノートなんで、あいつをどうやってスキルマにするかなって今悩んでますけども。はい。終わりたいと思います。チャレダンこれから頑張るつもりです。今日のもう一本動画はチャレダン10にしたいんですけどね、多分明日になると思うんで、今日は、まあ、これで終わりかな。ちょっと頑張るんでね。頑張ります。以上、夏でございました。バイバイ。